はい、どうも、りょういちです。それでは、ソングインザスモーク、続き、やっていきたいと思います。ではね、仮場、やっていきましょう。やっぱり、ステージ制みたいな感じでね、進んでいくみたいですね。お、開けてる。なんかいるね。なんだ、今のは。なんだ、あれは。ラプトルみたいなやつじゃない？なんか、ラプトルっぽいけど、手がしっかりついてるぞ。なんだ、あんなやつなのか。やっぱあれか、普通の動物じゃないんだ。そうだ、まああれか、タイトルにも変な化け物が映ってたから。もうなんかこっからあんまり指示がなくなってるな。どうやって進めばいいかはもう自分で考えろってことかな。なんか最初のステージが一応チュートリアルも含めてあったのか。もうなんか自由だな。なんか下にいる。武器下にいるんじゃない。いない。こんなんで戦えるかな。弓の方がまだ良さそうだが。どこ行ったんだろう。とりあえずベリー食っとくか。すぐ腹減るから魚取りたいな。しゃがんだりできないのか。いる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 ぞ。あれはなんか鹿っぽいやつ。草食系か。あれならいけるか。待てキノコ拾いながら食いながら、よいしょ。あ、広いね、これマップが。うわ、でっけえ骨もある。でっけえあばら骨。めちゃくちゃ広いぞ、ここ急に。あ、でもあるわ、紫の、あれがあるんだ。結構エリアが、さっきのとこはもう一本道みたいな感じだったけど、なんだこいつは。カメレオンか？カメレオンなのか。あ、あるある、あれもあるわ、三つの印のやつ。じゃあまあ、とりあえずあれ、探す。感じか。獲物を狩りながら魚取れるかやってみるか。これ魚？石か。これ石か。鳥もいるけどな。うわ、いきなり、なんだ鹿っぽいけど早すぎじゃない。あ、いけるか。お待てい。お、こんなところに隠されてたぞ。一つ目のあれが。こんな隠されてるとこもあんのか。動物を探してたら偶然見つけてしまった。とりあえず一個印ゲットか、これで。腹も減ってきたしな。動物いなくなっちゃったな。あの印で追うか、じゃあ先に。暗くなってしまったら結構広いから、キャンプファイヤーまでね、もう戻らないといけないだろうしな。とりあえずあの印行ってから考えよう。お、二つ目。これは簡単だな。普通に取るだけだ。よし。あと一つか。あと一つも隠されてるのか。あ、あそこに見えるな。ラインが見える。あ、意外と。それは簡単かもしれない。進んでしまえばいいんだろうけど、動物一匹ぐらい狩りたいよな。あとなんか隠されてるものとかがあるかもしれん。こいつはなんだ？不気味ななんかでっけえ頭蓋があるぞ、光ってる。なんだこれ。叩くのかな？ダメか。なんだろうこれ、ボス的な？何か？わからんなあ。あ、暗くなってきてんな。一旦キャンプファイヤー戻った方がいいかもしれん。よし、なんとかキャンプファイヤーに戻ってきたぞ。焼きキノコでも食うかな。焼けるのかな、これって。棒に刺してると。あ、なんか焦げてる感じはするけど、焼き加減、わあ、なくなったー。焼き加減全然わからん。マジかよ。おい。いや、あんなすぐに、炭どころか、消えてなくなるとはな。
せめて焦げてくれよ。とりあえず朝にはなったけど腹が減っとる。急いで食い物を、あ、キノコちょっとあった、食い物でしのぐか。死んだらどうなるんだろう。セーブからやり直しかな。なかなかそれだと過酷なサバイバルになってしまう。何でもいい、動物を取らなくて。あ、なんかちょっと色違いのあれがある、箱がある。壊すか。ほら、ほら、あ、引っかかる。よいしょよいしょよし。あ、なんかしょぼい、しょぼいな。やがら、ただのスティックじゃねえか。ん、なんだ、やばいやばいぞ、やばい、来た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 。ラプトルみたい。あ、でも逃げてた。待て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 、チャンスか。でもラプトルみたいなやつ、なんか弓転がってるし、俺の弓じゃねえ、俺の弓捨ててるし、危な。どこ行った、近いぞ。あ、いる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 、そこにいる。あ、いるぞ、チャンス来た、行くぞ、放て。やった、一発一発当たったけど倒せないのか、さすがに。でも逃げてる逃げてる。あ、でもこっちにも襲ってくるやつだ。ちょうどいい、よいしょ。あ、お、あ、よいしょ。あれ、今のダメ。あ、ちょちょちょ、なんだよなんだよ、ちょっと待てよ。あ、ダメだ、やばいやばいぞ。武器こっちだ。でや、なになになに、それ赤いの、なにそれ。モンスターハンターだ、急に急にモンスターハンター。待て待て待て、矢がバグってる、矢がよこせ。矢を弓また捨てちゃったかな。あ、戻ってきてる。来いよ、やってやるぜ。お、待て待てよ、弓壊れたのかな、もしかして。俺の弓どっか行ったわ。一旦諦めるか、やるしかない。あれ、これも壊れてる。あ、石ついてない。あれ、これこれ壊れてる、やばい。あ、ちょっとちょっとちょっと待って、石ついとらんかな。急げ急げ急げ、よしよし、できた、行くぜ。どれやどれや、やったやったぜ、ヘッドショット、頭にクリティカル。よし、よ、なんかすごい、あ、と VV で、あ、取れるの。ギャース、あ、こいつがギャースだ、ギャースだったのか、お前が。なるほど、新鮮な生の肉、毒の確率 25% って書いてる。ギャースの毛皮、生の肉、内臓、これがあれか、乾かせばあれに、弓の材料だ。これ取れるのかな。あ、ナイフ、ナイフいるのかな。いや、別にナイフはいらんのか、ナイフなくて手で、手でやるっぽい。あ、手で剥ぎ取れるんだ。おお、ちゃんと皮が剥ぎ取られた。あ、でも時間かかってんな、めっちゃめっちゃ時間かかってる。あ、剥ぎ取りにめっちゃ時間かかんだ。うわ、生肉ゲット、ゲットしたけど。よし、全部剥ぎ取ってたらもう真っ暗、辺りは真っ暗で、しかも腹減りすぎてやばそう、やばそうだな。え、これそんな時間リアルなんだ。なんかやっぱナイフとか使った方が良かったのかな。よし、なんとか、また松明壊れたけど、ちょうどたどり着いた。やべえ、すぐ壊れるなこれ。とりあえず肉焼きたい、肉焼こう。よし、突き刺した棒に、今度焦げないようにしないと。焼き加減が全然わからん。もういいのかな。あ、なんかちょっと焼けてる感じする。ミディアム？レアかな？もう食え、とりあえず食え。とりあえず肉焼こう。お、昼間だったら、まだ見やすい。あー、いいね、いいね。あー、いい焼き加減じゃない？これ。お、いい焼き加減だね。
中絶対焼けてないけどね。むしゃむしゃ。よし、よしよしよし。ふう、なかなか大変だぜ。よし、とりあえず腹も満たせてね、新しい弓も作ったからね、探索進めていこう。まだギャースが残ってるわ。ギャースの死体が。まだ何もか取れんのかな。でも何にも出ないしな。うわ、ギャース、ギャース。やばい。やばいぞ、仲間を。やったから、ブチ切れてんのか。あ。やるか、やるのか。やってもいいぞ。お、お、うまい。攻撃が。待て、待て待て。おら、ヘッドし、ヘッド、ヘッド、ヘッド、よし。おら、よし、いい、でかい、でかいな、ギャース。よし、なんとか。ふう。いや、でもいけるな、いけるいける、ギャースぐらいならいける。あ、普通にあったし、ここに。しかも、石が。最後の石だ。これでオッケーか。その心臓を矢で、射抜けって書いてある。射抜くの、また射抜くのかな。ギャースの羽いっぱいだな。まあでもこれ、矢が取れるからな。これで矢作れるから。いっぱいいるけど。インベントリーがね、結構きついんだよね。インベントリー拡張できないのかな。これ取ってられないよな。ギャース倒したけど。次進むか。石板炎の中に踏み込み、真実を見ましょうって書いてある。炎の中に踏み込む。あ、これ入ればいいのかな。普通に。あ、普通に入れた。なんだ、おお、すげえ。なんかビジョンを見せられてるの。うわ、怖いんだけど、ちょっと。うわ、怖いばあさんが、なんか儀式をしようとしてる。矢、三本の矢なら折れない、的なやつ。おお、おお。ビジョンの中でビジョン、うわ、鹿が。すごい、命中率。母さんも見てるか。母さんもなんか見てるな。お、そして鹿のつがいが、おー、威圧感。あ、そういうことか。普通に入るだけでいけたのかな。で、眠ってる時は飢えた獣が近づいていないか聞き耳を立てましょう。眠ってる時にどうやって聞き耳立てるんだよ。とりあえず朝になったけど、狩りの王を引きずり出すためにもっと草ばみを殺せって書いてる。あ、狩りの王を引きずり出す。草ばみを殺さないといけないんだ。あ、そうなんだ。あれをやるだけじゃまだダメか。なるほど。なかなか凝ってあるね。草ばみか。あ、こっち来てる。あ、こっち来てるけど、向こう行った。あいつやるか。川の、川の方。当たった？こっち来てる。いやー、ちょっと、いやー、ちょっと、ちょっと、ダメだ、全然飛んで、全然ダメだ。弓が、弓の命中率が悪すぎて。Uターンしないかな。あ、血のマークみたいなんで、おら、やったか。やってない、まだやってない。てれ、怖いぞ。でもやつはもう深で追っている。見失わなければ。痕跡が、あ、痕跡もわかるんだ、ちゃんと。血の跡が、こっちだ。よし、いいぞ。ちゃんと出るようになってんだ、追跡できるように。だいぶ逃げるね。深手とは思えないぐらい逃げていく。追いつけるか、追いつけないか。カデか、こいつだったのか。入れ替わってないだろうな。あ、あいつ、あ、血出てるな。めっちゃ逃げるな、でも。行き止まりだ、そこは。行き止まりじゃなくて、なんだー、見て。何やつ、ちょっと強いやつか。色違い。こいつやるのかな、オスとかかな。あっちもカデ追ってんな。当たれ、え、あー、当たらん。厳しい。あ、来た、やった、あ、やった、あ、ゴーンってなったわ。やっぱ倒せばゴーン、なんだなんだなんだ、
なになになに、びっくりした、音がびっくりした、怖っ、バグった、びっくりした。シャーマンの原始に移った王を借りましょうだって。あ、王がいるんだ、王を。やっぱりあの白いのかな、白いのを借らないといけないのかもしれないな。よし、今回はちょっとねここまでにしておきましょう。ちょっと長くなってきちゃったからね、あの白いやつは次回倒しましょう。そして次のステージにね行けるのか、なかなかね、一筋縄ではいかなくなってきたね。イベントもちゃんとこなさないと、うん、深まってきたぞ。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。